ちゃんバンドです。すいません、ちょっと今声が高すぎて、ちょっと今声出てないんですけど、お茶飲んでもいいですか？緊張しすぎてペットボトルの蓋が閉められない事件なんですけど、メンバー紹介します。ドラム3年のももさん、キーボード2年生のめいさん、で2年生ベースの大西さん、今チューニング中で、でボーカルが1年のスーモです。よろしくお願いします。となんか喋ること考えてきたら絶対忘れると思って何も考えてこなかったんですけど、何も思いついてないので喋ることがちょっと思いつかないんですけど、なんか今日のなんか衣装のテーマはなんか、ね、いかにメンヘラっぽく見せるかっていうのをテーマに来たら、私だけなんか元からメンヘラ感が強すぎて大変なことになってるんですけど、みんな一応メンヘラを意識してます。大丈夫です。じゃああと2曲あるので、こうみんなが想像してるこのなんかみんなが知ってる曲は一番最後にやるので、あともう1曲多分ちょっと知らないかなって思うんですけど、よかったら聴いてください。夕暮れが少しさ
ちょっと声がもうほとんど出ないんですけど、最後はとこのかまってちゃんで一番有名な曲をやるので、よかったら皆さん一緒に歌ってください。わかる人はで、なんかかまってちゃんこのバンドを組むまで全然聞いたことなくて、でなんかとりあえずなんか組まなきゃと思って飛び込んで入ったら、なんか想像と違う感じの曲がたくさん待ってて、なんかこんな高い曲そんな歌うこと普段ないし、なんかセリフばっかだしちょっとうまくできるか不安だったんですけど、ここまでこうどうにか形になってちょっと頑張っててよかったなと思うので、本当にありがとうございます。最後はロックンロールは鳴りやまないをやります。さあ、みんなを投票で敵まえ